トでクリスマス。今夜奇跡は空から舞い降りて。LINE ギフトでクリスマス。行ってきまーす。頑張りまーす。乗ってみていいですか。最終見え方確認します。こう都会で一人で働いていて、地元の友達からこうなんかふっと連絡が来た時に、ちょっとこう心が緩んだりとか。LINE ギフトをこう通じてなんか心をこう通わせ合うことができるのはすごくなんかこう心に響く CM だなと思いました、なんか自分が移動車とかでふって外見てなんかイルミネーションキラキラしてる中でわーっていう声とか姿を見たりするとすごくそれが綺麗だなって思うと同時になんかあ寂しいなって思ったり、あなんか友達と会いたいなって思うことがあるので、いろんな人に共感してもらえるんじゃないかなと思います。よーし、はい。LINE は本当にいつも使って身近な存在なので、そんな CM に出れるっていうのがすっごく嬉しくて、なんかいろんな友達にクリスマスギフトを送りたくなっちゃってます。最近ではないんですけど、誕生日の時とかにあんまり遠くて会えない友達とかから LINE ギフト送ってもらって、メッセージカード付きでなんかこうお祝いとなんか励ましの言葉をもらった時はすごいほっこりしました。なんかうちあんまりサンタさんにお願いした通りになんかプレゼントが返ってこないっていう習慣があってなんかすごい印象に残ってるのはゲーム機を頼んだんですよ。そしたら学習ビデオが返ってきたりあとワンちゃんが欲しくてそれ頼んだらウサギのぬいぐるみが返ってきたり、なんかそういう思ってたのと違うじゃん、だけどなんか笑っちゃうっていう感じが恒例のクリスマスでした、今年は炊飯器ですかね、ご飯が大好きなので美味しく炊ける炊飯器が欲しいです。よくお世話になってる家族だったりマネージャーさんだったりにこうほっと息つけるようなあったかいコーヒーとかギフトで送りたいです。でも今まで必ず年末年始がお仕事だったので歌番組とか、だいたい年越しそばを年越す前に食べたりとか年越してだいぶ経った時に食べたりとかしてたので、今年初めて一人できっと過ごす年末年始になると思うから、ちゃんと0時きっかりに年越しそば食べてみたいです。今年は本当に全部がこう独り立ちして、なんか初めての経験ばっかりですごくこう
充実した九州たくさんさせてもらったので、来年からはもうちょっとこうビビらずにいろんなことを楽しみながら捉えてきたらいいなと思います。多分今までの1年よりもなんか、なんだろう、また新しい自分になって一からこう挑戦してるような